はい、早任せで母語を簡単に作る方法なんですけども、内巻きにベースカットするにはまあ限界がありますんで、縦でパネルを取ります。完全に縦の展開図で切っていくんですが、リフトしすぎてしまうとレイヤーが入ってしまうんで、ダウンステムで、髪の毛を返します。でここに R を入れていくことによって内巻きに入ります。この時に、少しパネルを倒してしまったりすると穴が開きやすいんで、もう真下に下ろします。真下に下ろした毛の一番下の毛に少しテンションを当てて引っ張りながら丸さを作っていきます。そうすると綺麗に内巻きに入ってきますね。真下に下ろしてこの角を取って綺麗に取っていきます。ゴムの要領で、引っ張って離すことによって髪の毛が戻ってくれるんで、その戻りを利用して内巻きに入れていきます。よく引っ張って切ると跳ねるっていう発想もあるんですけど、それを逆に取って内巻きに入れていきます。少し毛先に軽さを出したい場合は、同じように、少しシェニングで軽さを出して内巻きに入れていきます。その際も倒しすぎてしまうと横の毛を切ってしまって穴が開きやすいので、真下に引き出して少しシェニングを入れます。特に、バックのセクションは毛量が多いんで、バックの方は少し深めから入れていきます。サイドの方はバックの量と合わせて入れなかったり少し浅めに入れたりします。そうすると簡単に内巻きが作ることができます。